そもそもフランチャイズの営業職というのは耳が痛い話かもしれませんけど、はっきり言って営業の中ではかなり低レベルなんですよ。フランチャイズ本部で働いている社員の方へ。はい、これね、この頃やっぱり社員の方も見ていただいているようでですね。すごいね、モチベ高いね。まあ、なんかセブンイレブンの広報の社員の方がずっと見てるっていう噂も聞きましたけど。だってさ、まあそれは見ますよね。まあそれ見るか、それ仕事だね。仕事だ。まあこの頃はあんまりあれですけどね。ある一時期ずっと見られる。どんなね松本オーナーの新情報ね、突っ込んでくるか分かんないもんね。うん、嬉しいですね。ご心配おかけしてます。ぜひ見るだけじゃなくてご出演お待ちしております。はい。まあそういうことを話をしたいんじゃなくて、はい、フランチャイズのね本部で働いている若い人たちも見てて、うん、フランチャイズの勉強したいっていう人たちなんですよね。大きく営業の人、開発の人ですね、加盟を取ってくる人とスーパーバイザーと、あとは元の吉田さんみたいなバックヤードの人と、こう3つ分かれると思うんですけど。なるほど。まあその人向けにいろいろちょっとアドバイスというかね。でまずどの人たちにアドバイスから始めますか。営業からいきますか。はい、加盟を取ってくれる人たちですね。はい、はい、僕はこの仕事が、その仕事が一番長かったわけですけど、これはですね、今売っているフランチャイズがどういうものであるかによっても全然成果が変わってくるわけですね。自分の力だとまずは思わないことですね。なるほどね。売れるのも売れないのも、儲かってるフランチャイズやってたらそれは自分が腕がいいか売れてるわけじゃないし、儲かんないフランチャイズを担当してたら自分が腕があっても売れないし、そう、これがしょうがないっちゃしょうがないんで、うん、でもそうなったらこれは転職するしかないとか、まあ、でも別にそれで転職するなら転職する、僕はいいと思うんですよ。でもそもそもフランチャイズの営業職というのは耳が痛い話かもしれませんけど、はっきり言って営業の中ではかなり低レベルなんですよ。夢を語れば売れちゃうから、だから仲良くなって何人かに一人は仲良くなりますわな、うん、って夢を語ったら売れちゃうから、うん、こんな楽なものはないんですよ。それを前提にずっとフランチャイズのセールスだけで生きていこうっていうのはやめた方がいいと思う。力がつかない。じゃあどうしたらいいかっていうと、うん、自分が売っているものが売れないんだったら、やっぱこの、うん、売れるようにするっていうところまで関わるっていう視点を持たないとね。じゃあスーパーバイズの部分まで関わる。そう、スーパーバイズどころかビジネスモデルを変えるぐらいのところまでね。なるほどね、うんうん、社長にダイレクトにそういうことまで関わっていくっていう、そういうとこまでできればね、うん、いいと思う。ある買取系のフランチャイズに勤めてます。でそれでなかなかそのフランチャイズ加盟が取れない。でそれは社長、加盟店がこう儲かんないからここを変えるべきですよとか、社長早くフランチャイズチャンネル出てくださいと、フランチャイズに出てこう取り上げられたやつだからって売りやすいんですとかね。その会社に、うん、長く勤めるつもりだったらそこを変えないと変わらない、うんうん、その通りだね。そこはやっぱり営業の人には言いたいですね。そう、ビジネスモデルを変えないとその後売ったところですげえクレームになるしね。でまた加盟したところがうまくいく連鎖が続けばまたどんどん売れるようになるんだから、やっぱ根本を変えないとダメですね。だからセールストークとかを考えちゃうんだよね、うんうん、この地域は加盟店が多くなっちゃったから入れられないです、うん、じゃあそこを入れるにはどういうトークをしようかって考えるんだけど、それじゃダメなんだよね、うん、根本的な解決がしないわけですよ。このフランチャイズが長く繁栄するためにはどういうふうにビジネスモデルをいじっていったらいいかということを、それを提言していくっていう、そこまでやったらビジネスマンとして上に行きますよね、うん、そういう人になってほしいし、社長がその営業担当の営業マンにそこまでの権限を与えなければ任せちゃいけないというか、かわいそうだよね。だから、うん、加盟取ってこいって言ってビジネスモデルの変更の権限がない人がこう売ってったらどうしようもないわけだからね、うん、営業マンのチャンスということで言うと、うん、やっぱ営業っていうのは社長から見たら、会社から見たら優遇されるんですよ、まあ、金と持ってくるからね。その人間が正しいことを言ったらね、うん、聞いてくれる可能性ってやっぱ高いんだよね。こうしたらこうなりますと、必ず、うん、売れますとというようなことを言いやすい、社長には目をかけてもらいやすいっていうことは間違いなくどのフランチャイズでもあると思います。じゃあ続いて SV ですけど、加盟してる人たちがうまくいくように支援する人たちですね。そうですね、簡単な仕事だとは言いません、営業のようなね。ただいくらでもサボれちゃうんですよね、はあ、サボれちゃうっていうのは体も頭も、これこっちのね高みを目指すっていうのを常に考えてないとね。はあ、どうサボれちゃうんですか。移動時間中とかサボれるじゃないですか、はあ、実際にはすごいドミナントでも何個も回るってのは別だけど、うん、成長中ぐらいのフランチャイズだったら移動距離が長いんですよ、うんうん、まあ、そんなの仕事してない人とか多いんですね、うん、それじゃあでも成長しないんだな、はあ、自分の中でかなり 自己管理していかに自分が担当している店を、うん、この問題を課題を把握してそれを相手に伝えて相手がやってるかアクションを確認してみたいな、
そこまできちんとやるっていう、こう自分も厳しくしてそれをやらないと、結局はやんなくてもむちゃくちゃ数字が落ちるわけじゃないし、やったからってすぐ上がるわけじゃないからサボっていくんですよ。ただ SV はベンチャーリンクの中にもこいつはすごいなっていう SV が何人かいて、その人たちは SV の仕事をやりながらむちゃくちゃあのビジネスの力をつけていったね。自分だけでも極められると思う。要はダメな店を良くするためにはどうしたらいいかっていうことを自分の力である程度できる。営業はちょっとやっぱり全体を変えないとってあるけれど、だから SV は非常にその自分自身高い目標を持ってやっていけば、この間コンサルタントっていうのはそんなあの大したもんじゃないなって言いましたけど、まあそういうその専門職として伸びていける可能性は十分にあるかなというふうに思ったよね。僕はだから SV 的な仕事をしたっていうのは投信の時の最後の2年間、うんうん、要するに営業から外れて、うん、もう生徒数が足りないから、うん、どうやってその生徒を増やしたらいいかっていうのの企画をやってたんですけど、うん、僕はもう考えて、あ、この今の加盟店の人たちに手取り足取りやってもこれは無理だなと。エリアカウンセラーっていうその SV の人たちがいたんだけどね、うんうんうん、その人たちにいくらトークを与えてその人たちがそこに行ってやったってこれは無理だと思って、僕はその時楽したいからさ、うんうん、本部全体施策みたいなばっかり考えてたね。加盟店は やるさってやりませんから、うんうん、本部からこう当時は遅れたから A4 の DM 送りましょうみたいな。あ、なるほどね、うん、当時そんなことができたからね。ただやっぱりそのやり方で確かに短期的には上がるんだけど、うん、本質的には変わらない。やっぱ本質的に変わるのはやっぱりもう加盟校がやる気になった時なんで、うん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 、それはやっぱり僕の力じゃなかったなっていうね。当時を振り返ればクワできたんじゃないかなというふうに思いますね。ただ SV は本当に、自分 その担当のところの業績を伸ばし続けることができる人っていうのも確かに存在するんですよ、うん、どんなとこ行ってもやれるやつっていう SV のプロみたいな。フランチャイズ加盟の取ってくる営業のプロっていうのは目指さない方がいいと思うけど、 SV はプロを目指すんだったらプロを目指したらいけると思う。会社ですごい上のポジションになると思いますよ。だって再三点を再三点できんだもん。すごいじゃないですか。そんなの欲しい人いくらでもいるよね。だからそれはやっぱ年収で800万なんて仕事じゃないんだよね、うん、2000万3000万の本来は仕事ですよ。だからそれを目指してやっていくという感じかな。で今度はバックヤードの人たちはですね、将来活躍しそうなやつをこう見つけておいて自分が転職した時に引っ張るというですね、吉田さんパターンがいいんじゃないでしょうか。吉田さんっていう人は東進の本部に勤めてて、竹村さんのことを覚えてて、吉田さんが僕の会社に先に入社して、えフランチャイズ展開する竹村さんってのいるよっていう風に紹介した人だからね。そのパターンがいいんじゃないかな。まあそれは冗談にしても客観的に見れるよね、うんうん、やっぱり文句もいろんな方から来るから、うん、そういうのでこう客観的に見て人脈作りをしておくのがいいんじゃないかなと思いますね。フランチャイズ本部のバックヤードにいた人っていうのは給料が高くはないんですよ、うん、これはしょうがないんで、移った後にそういう人脈は僕大事だと思うんです。冗談じゃなく、バックヤードで、ね、部長で年収を1000万にするなんてそんなことできないんだから。リストを持って逃げるとかそれはダメ、そういうのはダメなんだけれどもそうじゃなくて人脈を作っておいて、そういう情報を得ておいて、うん、転職の時にもねプラスになると思う、うん、そういう考えで仕事されたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。